はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日は光る君へ第6話を俳優名でストーリー解説していく動画となります。吉高由里子が柄本佑がという形でですね、俳優さんの名前で今回の第6話のストーリーを復習してまいります。ふざけた動画出しやがってって方が毎週冒頭でいらっしゃると思うんですけれども、安心してください。すでにですね、徹底解説という真面目に解説した動画をですねアップしておりますので、上のリンクからぜひそちらにふざけた動画と思われた方は移動いただければと思います。またですね、俳優の名前じゃなくて普通の役名でストーリーの復習させてくれという方、こちらも安心してください。すでにストーリー解説という動画アップしておりますので、こちらも上にリンク今貼りましたので、そちらからご移動いただければと思います。こちらの動画一部の方に好評でございます。一部のものではございませんがってコメントしていただいている方もいらっしゃいますけれども、ちょっとでも楽しんでる時点であなたは一部のものです。こちらにおいで、そんなに恥ずかしがらないでこっちにおいでください一部の方でございます。本日もぜひですね、皆さんコメントくださいね。一部のものですってコメントいただいてですね、感想を書いていただければと思います。どこが面白かったとかね、ぜひコメント書いていただければと思います。なんで一部の方って言ってるかっていうと、普通に見てくださいよ、他の動画に比べて再生数少ねえのこの動画だから一部なんですよ。だけども楽しいからやってますのでね、本日も楽しく肩の力抜いてやっていきますので、真面目なツッコミとか他の動画に行って、もうそんなのいらんから、真面目な解説、真面目なの、もう出てけ、それは出てけ、出てて他のコメント、私の他の動画に真面目な解釈とかコメントいただければと思います。こちらの動画楽しくやっていきましょう。はい、本日もふざけた、見出しつけさせていただいておりますので、まず読み込んでいきましょう。読んでいきましょう。吉高由里子、黒木春と仲良くします。玉置レオには泥でも被せておけ。なんか申し訳ない。井浦新、存在感増し始めるのがキー。ファーストサマーウイカ、吉高由里子にマウント取る。井浦新の洗脳成功。前熊克也負傷。柄本佑、吉高由里子に土直球選ばれた。どれが一番面白いですか？私やっぱりファーストサマーウイカ、吉高由里子にマウント取るが好きですけどね。はい。じゃあ進めていきますね。はい。吉高由里子、黒木春と仲良くしますということでございまして、吉高由里子さんと岸谷五郎さん、親子のシーンでございますけれども、まず、前回の第5話の最後にね、まあ、吉高由里子さん、柄本佑さんに対してですね、あなたのお兄ちゃんである玉置レオに、私のお母さん殺されたの、というふうに言いまして、まあ、我々視聴者と情報量の目線が揃ったわけで、情報の目線が揃ったわけでございますけれども、まあ、もともとはですね、自分の母を殺した玉置レオさんのことが憎くて憎くてしょうがなかったわけですよ。だから、もう、玉置レオ憎しで、柄本佑さんに対して、あなたの兄に殺されましたってことを言ったはずなのに、いろいろと思い返していると、あの日私が柄本佑のもとに走っていかなければ、玉置レオの乗っている馬とぶつかることはなかったと。ぶつかることがなければ自分のお母さんは殺されなかったって言って、相手に憎しだったのに、自分が悪いって自分に矛向けちゃったんですよね、最後。だから号泣した。で、しょぼんとした状態で家に帰ったら、結局自分が悪いから、母が亡くなった後に父である岸谷五郎さんとも、なんか嫌悪な状態になっているっていうのも、父が悪いどうこうじゃなくて、父がね、要は母を病死にするとか言った一件とか含めて、それは確かに納得できないけど、そもそも私が走らなきゃよかったじゃんってなったので、号泣して、まあ胸元に飛び込んだと。まあ一種二人の触れ合いをなったので、まあ父とのそのわだかまりはちょっと溶けたってところでもありましたよ。で、あんな状況を、まあ父である岸谷五郎さんも想像しないので、よほどのことがあったんだろうっていうふうに、まあいろいろ考えるんでしょ。で考えて、だけど、ま、問い詰めることをするほどでもないので、まあ、父としては問い詰めずにそれを受け止めるだけにしましたよと。で、今後はね、もういろいろと、お前も辛いと思うから、で、今後は左大臣家のね、黒木春勉強会に行かなくていいよというふうに言いますと。だけども、吉高由里子さんは通うというふうに答えました。父上の拠り所が我が家にとって敵である右大臣、段平康則しかいないのは私も嫌でございます。吉高由里子さんが、ね、増岡徹さんの、ね、娘である黒木春さんと仲良くなれば、左大臣家とのつながりが深くなる。そういうふうになると、今後権力闘争において、何かが起きたときに、まあ、要は、例えばですけども、敵にずっとね、へいこらへいこらしなくても、別のチャンスが生まれるかもしれないということでですね、そうしたらいいんじゃないですかと言ったら、お父さんの岸谷五郎さんは感激しまして、そして黒木春勉強会引き続き通っていいよというふうに認める形となりました。なんですけれども、これは公式ガイドブックを読んでみるとですね、っていう理由はとりあえずつけただけなんです。まず、吉田由里子さんは、
黒木春勉強会に行くことは、これは嫌じゃないです。これは本当に嫌ではないです。自分の趣味の延長だしね。これは嫌じゃないですよ。だけれども、こんなその、なんつうの、つながりが深くなるとか、そんなのも後付けの理由で、本当は、とにかく、江本佑さんに対するもう感情がぐちゃぐちゃなんですよ。好きなんですよ。まずね。好きなの。でも、好きな相手のお兄ちゃんに自分のお母さん殺されてるんですよ。これはもう遠ざかった方がいいんですよ。好きになっちゃいけない相手を好きになってるってやつですよ。なので、遠ざかりだと思っているから、だから別の方向を向きたい。だから別の関係性も作りたい。そして別のことをやって、少しも忘れたいってこともあるという感じでございますね。はい。で、その上で、その、お母さんを殺した玉を切れようには、泥でも被せておけという感じでございますけれども、江本佑さん、お父さん、ダンテ・アスノリさん、そして、お兄ちゃん、玉を切れようさんでございますけれども、一方の江本佑さんはですね、お父さんのダンテ・アスノリさんから、このね、お兄ちゃんである玉を切れようさんが、ね、誰かを殺したという一件に関しては、忘れるようにと、言われます。で、ダンテ・アスノリさんはこういうふうに言います。玉を切れようには、玉を切れようの使命があるのだ。お兄ちゃんである、井浦新とお前、つまり江本佑さんが、表の道を行くには、泥をかぶる奴がおらねばならぬ。玉を切れようは、そのための道具だと考えると。光があれば影がある。光は井浦新と江本佑であり、影は玉を切れようであると、お父さんが言う、やば。お父さんが言うというようなシーンとなっておりました。いやいや、って感じでございますね。はい。そして、今まで、まあ、江本佑さんとか、玉置浩さんに比べると、ちょっと今まで存在が薄めだった、井浦新さん存在感を増し始めます。ここはちょっと登場人物が多いですよ。井浦新さん、高橋光臣さん、町田啓太さん、金田聡さん、岸谷五郎さん、吉高由里子さん、そして、高杉真宙さんでございますけれども、井浦新さんがまず、監視の会を開くこととなりました。理由はですね、まあ若手の、筆頭格でございます。町田啓太さん、そして金田聡さんを懐柔するためでございます。理由としてはですね、火山天皇、火山天皇とその書いてあるんですけども、本郷金田さん演じる帝の叔父である高橋光臣さんがですね、まあ叔父であり、天皇、本郷金田さんの筆頭の、まあ、付き人でございますけれども、黒殿とね、まあ、若手一派に取り組もうとしておりました。高橋光臣さんも頭がキレッキレでございますので、まあ、ちょっとそれこそね、まあ、ダンテ・アスノリさんとか、マソカ・トールさんとか、あの辺の面々が、なんか不穏な動きをしてるぐらい分かってるんですよ。なので、まあ、若手をね、こっちに入れることによって、なんとか多数派工作じゃないですけれども、まあ、盤石な体制で、引き続き本郷奏多が、祭り事を担うという体制を取りたいというふうな形で、まあ、接待をする形となりました。実際しておりましたね。町田啓太さん、金田聡さん。実際それで接待をされておりました。なんですけれども、まあそうなると要は多数派工作で行った時に切り崩しを図らなきゃいけないので、改めて町田啓太さん、金田聡さんらをこっち側に入れたいと。そういう意味で、井浦新さんと関係性を深めてもらおうという形で監視の会を開くこととなったわけでございます。喉元にね、なんか刃物突きつけてね、おめえあっちについてはどうなのか分かってんだろうとか言っても、何かがあったらすぐにそんなのね、崩れてしまいますので、心からこっち側に洗脳させようというふうな形になったわけですよね。で、監視の会開くという感じになるわけでございますけれども、まあ、監視の会なので、専門家の一人ということで、吉高由里子さんのお父さんである岸谷五郎さんが講師に選ばれるという形でございます。で、参加者リストには、まあ、江本佑さんいないなというふうに吉高由里子さん分かったので参加することになるんですけれども、まあ、これもガイドブックを読むと、江本佑って参加者リストに書いてなかったから、参加するっていうのが最後の決断ではあるんですけれども、そもそもお父さんである岸谷五郎さんからするとですね、高杉真宙さんに行ってほしかったんですよね。今後出世しなきゃいけないと。ね。感触を得れるようにしなきゃいけないと。トレーニング積まなきゃいけないと。今はおバカかもしれないけれども、少しでもね、勉強してもらわなきゃいけないと。で、高杉真宙さんにどうしても、ね、行かせたいんですけれども、どうしても高杉真宙さんは行きたくないわけですよ。可愛かったですね。なんかもう、ユーモア担当ですよね。どうしても行きたくないから、なんて言いました？無理無理無理、なんだって無理つって逃げるっていうね。これ今後私もなんかで使ってみよう。使うシチュエーションねえな、別に仕事でそんな断ることもねえからな。まあ面白いシーンに仕上がっておりました。はい。そしていやー、ファーストサマーウイカいいねー。監視の会実際始まるわけでございますけれども、ファ
出てくる人物は井浦新さん、町田啓太さん、まあ、今ほぼ一緒ですね、金田聡さん、岸谷五郎さん、吉高由里子さん、そして大森宏さん、その娘ファースト様ウイカさん、そして江本佑さんでございますけれども、はい、吉高由里子さんと、お父さんの岸谷五郎さんが監視の会の前に、まあ、控室みたいなところで待機をしていると、同じく講師であります大森宏さん、大森宏さんだったんですか、読み方大森宏さんですよね、大森宏さんがやってまいります。そして娘のファーストサマーウイカさんを連れてまいりました。いやー、まあ、ちょっと感想後にしましょうね。そして監視の会が始まるんですけれども、なんとですね、来ないと思っていた江本佑、まあ主催者の弟だから、なんと登場してしまいました。吉高由里子さんは思わず目をそらします。しかし江本佑さんは見つめますと。はい。そして江本佑さんの歌が紹介されたその歌がですね、まるで吉高由里子さんへの間接的なラブレターのようにですね、君を思う的な内容でございまして、吉高由里子さんちょっとこう動揺、もうただでさえいるだけで動揺してるのに、その歌に動揺して、下唇を噛み締め、目はちょっとうるっとしているという感じでですね、その後のですね、町田啓太さんの歌が全然耳に入ってこないわけですね。で全然耳に入ってこないのに、井浦新さんが、あ、そこの、岸谷五郎さんの娘さん、吉高さんでしたっけ、ちょっと感想をお願いしてよろしいでしょうかという形でですね、感想を求めます。そしたら吉高由里子さん一応まあ、もともとね、まあ、頭いいからね、もう間髪入れてて、こういうわけでございます。町田啓太様のお作は、当の白楽天のような歌ぶりでございましたというふうに言うんだけれども、これもね、ガイドブックを見てみるとわかるのが、このもうね、ここに書いた通り、もう聞いてないの、ほぼ。ほぼ聞いてないの。聞いてないっていうか、聞いたとしても、自分の中で吟じてないというか、その、なんつうの、咀嚼してないんですよ。言葉しか、頭がもう右から左に言葉がスルーしている状態なので、まあ、なんか表面的な情報だけで、とりあえず白楽天のような歌いぶりでございましたって言ったんだけれども、だからこれ、本来の吉高由里子さんだったらもうちょっとまともな感想を言えるんですよ。だけど表面的な感想なの。だから、同じく文学的な教養を持ち合わせていて、なんなら吉高由里子さんに比べたらもう超マウント好きな、もうなんつうの、私が一番って感じのですね、ファーストサマーウイカさんはですね、私はそうは思いません。お前の意見なんか全然違えと思うんで、ブーみたいな感じでですね、こうやって言うわけですね。私はそうは思いません。むしろ白楽天の無二の親友だった。厳美師のようなるタイムでございました。お前の意見なんかクソくらえって感じですね。言うわけでございますね。でですね、まあ、あんまりにマウント取るから、もうお父さん、みたいな感じだと言いましたけれども、これでもね、ファーストサマーウイカさんのね、インタビュー記事を読むとね、こういう風に書いて、インタビュー記事じゃない、ごめんなさい。SNS で本人がいるとおっしゃってたんですけども、空気読めないんじゃないんだって。読まないんだって。分かってやってんだって。ひどいね。ひどいねとか言っちゃったけど、分かってやってるみたいで、分かってこれをやっているので、まあ、くせ者ですよね。実際さ、このファーストサマーウイカさんって、まあ、これはもう、歴史上の人物名で言ってもね、まあいいと思いますけども、要は聖書女子なわけじゃないですか。聖書女子って、吉高由里子さん演じる、まあ、広の後の紫式部に悪口みたいなこと書かれてるんですよね。まあ、それっていうのは、その、人の見方って、その、誰から誰を見るかによって、いい人にも悪い人にもなると思うんですけれども、まあ、吉高由里子視点でファーストサマーウイカを見るっていうのは、多分我々視聴者と同じような視点で、こういう感じに見えたら、まあ、それを嫌いと思う人物もいるよなっていうような感じに描かれておりましたよね。私は好きですけどね、結構。はい。そして、この監視の会。井浦新さんの性能成功いたします。井浦新さんが高橋光臣さんに勝った瞬間と言っても過言ではないでしょう。町田啓太さん、金田聡さんの怪獣に成功いたしました。岸谷五郎さん、吉高由里子さん、そして大森宏さん、ファーストサマーウイカさん、江本佑さんだから参加した監視の会で紆余曲折ありましたが無事に終了いたしました。そして井浦新さんこんなこと言いますね。そなたらと共に帝本郷彼方を支え立て祭り、この国をより良き道に導いて参ろうぞ。心の中ではそんなことは思ってねえ。お前ら洗脳したぜ。今後はこっちにつけよう。こっちの権力闘争に入ってもらうからな、この野郎みたいな感じなわけで、アウトレイジみたいになっちゃいますけども、そういうふうに思っているわけでございますね。で、参加者みんな共感し、信頼すべきは高橋光臣ではなく、井浦新だというふうになるわけでございます。はい。そして、話変わりまして、まあ、そのように夜なんですけども、舞熊克也負傷ということでございまして、江本佑さん、舞熊克也さんですが、その後のある日、まあ、その日の夜ですが、江本佑さんが代替の、警備をたまたましておりましたら、その晩に盗賊が入ってしまいまして、絹が盗まれましたよと。で、盗賊は
バレそうになったので塀を乗り越えていきましたけれども、柄本佑さんが矢を射ります。そしたらその矢がですね、腕に当たって刺さってしまいました。柄本佑さんはこの時気づいていないんですけれども、我々視聴者は顔を見てお分かりの通り、負傷したのは前熊克也さんでございましたよ、という形でわざわざこのシーンを入れたってことを、来週以降何かが起こるというような伏線と考えるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。そして最後、ラブレター来ました。声が裏返っちゃいました。ラブレター来ました。はい、柄本佑、吉高由里子にご直球ラブレターということで、吉高由里子さん、柄本佑さんのシーンでございますが、その晩吉高由里子さんのもとに柄本佑さんから手紙が届きます。ちはやぶる神の描きも声ぬし、恋しき人の魅惑欲しさという恋文でございますね。これは伊勢物語の一節でございます。神様を囲っている周囲の垣も越えてしまいそうです。宮廷からおいでになった方が見たくて、お前が恋しい、お前に会いたいというのを、ド直球に漢詩の回答が違って、伊勢物語の一節、漢詩は苦手ですからね、柄本佑さんは伊勢物語の一節を通してラブレターを送るということをしたわけでございます。吉高由里子さん何も言っておりませんでしたけれども、その瞬間は自分のお母さんが殺されたということはまだ降ってこずにですね、好きな相手のことだけ、恋は盲目でございます。好きな相手だけを見るから、だから吉高由里子さんの口元は下唇を噛みしめ、まるでその恋文を噛みしめるかのような表情を示す。そして手に持った手紙を抱きかかえる。恋してますね。しかし、先ほどから、そして他の動画でも言ってる通り、この二人には好きな相手、柄本佑さんのお兄ちゃんである玉置玲央さんが、自分のお母さんである、ね、国中涼子さんを殺したという事実があるわけですよ。その事実にずっと呪われて生きていかなきゃいけないわけでございますよ。結ばれるわけがないわけでございます。切ないですよね。というのが今回の話でございました。ふざけつつも最後はちゃんとまとめたかなというふうに思いますので、はい。こういった形の動画となっております。最後までご視聴いただいて、ふざけた動画だなって思った方、やっぱり上、今リンク貼れないかもしれないですけども、徹底解説の動画に行っていただければと思いますので、ほんで一部の方に好評な、俳優名で解説でございますので、今年はね、ほら、藤原が多いから、意外と俳優名の方がね、イメージしやすいよって方もいらっしゃるようなので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。再生数1万超えないかな？超えないんだよね。再生数1万超えるのを目指して、なんとか引き続き頑張っていければと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。